この動画ではよく使う音色を登録したり呼び出すことができるフェイバリット機能について紹介します。まずは音色をフェイバリットに登録します。フェイバリットボタンを押しながら登録先のナンバーに対応するボタンを押します。これでフェイバリットの登録ができました。フェイバリットには0から9の10個のバンクが用意されています。バンクを切り替えるにはバンクボタンを押した状態でバンクナンバーに対応するボタンを押します。 次に登録したフェイバリット音色を呼び出してみましょう。フェイバリットボタンをオンにして、0から9のボタンでフェイバリット音色を選びます。 シフトボタンを押しながらフェイバリットボタンを押すことでフェイバリットリスト画面を開くことができます。この画面では登録したフェイバリット音色を呼び出したり、シフトボタンを押しながら上下のカーソルキーを操作することでフェイバリットの登録順を変更することもできます。また、シフトボタンを押しながら2番のボタンを押せば選んだフェイバリット音色を削除することもできます。